朝飯作らないと。よっ。シロ、もう朝ごはん終わっちゃったよ。ね、あれ、あれ。シロ、人の話聞いてる？私、こんなところで何をしてるのかって聞いてるんだけど。ああ、聞いてる。おはよう、イリア。今朝は妙なところで会うな。シロ、体の調子、良くないの？え、いや、そういうんじゃない。ただ寝ぼけてるだけなんで、ちょっと待ってくれ。これでよし。さっきの話だけど、ここに用があったわけじゃないんだ。ちょっと寝ぼけて間違えただけ。そっか。うん。それじゃあ今に行こう。シローの朝ごはん、私が用意してあげるから。イリア、今朝飯作るって言ったのか？まあ、横にいて監督してやった方がいいんだよな、こういう場合。おはよう、さくら。その、今朝は悪い。寝過ごしちまって、気づいたら8時過ぎてた。さくら？朝から元気いいな、さくら。その分じゃ体の方も調子いいんだ。はい、おかげさまでですね。調子はすごくいいです。先輩に元気を分けてもらいましたから。どうしたんだよ、さくら。なんか変だぞ。だいたい
俺が元気を分けたって何の話だ。ですから、あの、昨日…さくら、昨日のあれは。その、昨日はごめん。はい。でも、私は嬉しかったですよ、先輩。そういうわけだから、朝飯食べてくる。この話はまた後でな。サンキュー。うまい。問題あるわよ。そんな焦げっちいの食べてると体壊すわよ、あんた。バカめ。米にしろパンにしろこの焦げ目が美味しいんだ。ちょっとエミヤ君、頭平気？だからうまいって。あと乱暴でもいいらしいんだ。本格的に寝ぼけてるのね。あのね、そんなのんきなこと言ってる場合じゃないんだけど。
父さんが、これ。そう。行方不明者14名。調べればもっと増えるだろうけど、とりあえずは全体の10分の1ってことで落ち着きそうね。完全に飲まれてしまった人間は。わかった？これが造剣の仕業か、あの影の仕業かはわからないけど、どっちにしたって、今までとは段違いの犠牲者が出たことに変わりはない。この分でいけば、数日後には一区画丸ごと飲み込まれかねないわ。父さんが、行方不明になった人たちは、話はここまでよ。シローの気持ちはわかるけど、罪悪感は後にして。いい？あいつらは私たちに手がないと思って、やりたい放題やり始めた。私たちを甘く見てるからこんな馬鹿げたことをしてるのよ。なら、舐められてる私たちが何をするべきか、確認するまでもないでしょ？で、単刀直入に聞くけど、腕の調子はどうなの、シロ？そうだな。普通に動かせるぐらいにはなった。けど、そういう話をしているんじゃないよな、登坂は。ええ。私が聞いているのは、アーチャーの腕として理解できたかってことだけよ。どうなの？私の魔術刻印を移してから1日経ったんだから、少しは手応えがあるはずよ。さあ、答えて。あなた、アーチャーの腕で何ができるか、もう分かっているの？それは、アーチャーの腕を制御できるかって話じゃなくて、アーチャーの宝具が何であるかって話か、父さんか。そんなの当たり前でしょ。シローはアーチャーの腕を使ったらまずいんだから、使わせるわけないじゃない。何？それとも使う気でいたっていうの？あんたは。いや、そういうわけじゃないんだが、なんとなくそういう流れかなと。そういう流れってどういう流れよ。まったく、言っとくけど、どんな状況になろうとアーチャーの腕だけは使わせないからね。シローも私の許可なしで使おうなんて思わないで。そのアーチャーの代わりなんだから、勝手に死なれたら困るじゃない。
それでどうなの？アーチャーの宝具が何であるか理解できた？もう、いい加減言ってあげれば、シロ。そんなの、アーチャーの腕を移植された時から知ってるって。ちょっと、今の本当なの、シロ？まあ、本当だと思う。アーチャーの宝具は、あいつの投影魔術で武器を複製することだろ。緊張して損した。要するにもう繋がってるんだ。それとそれはそれで助かるけど、どうして黙ってたのよ、イリア。シローがアーチャーの投影魔術を知ってたのなら、いちいち確認取る必要なかったじゃない。どうしても何も聞かれなかったから言わなかっただけよ。リンはシローに投影をさせたがっているんだから、伝えるのはリンの役目でしょ。私が口出しすることじゃないわ。何よ、その口ぶり。あなた、あそこまで用意しておいてやめるって言うんじゃないでしょうね。それはリンとシローが決めることでしょ。確かに宝石剣を複製できればリンの勝ちよ。だからこそ私も手を貸してあげたけど、それは私の義務だから手を貸しただけ。決してあなたの方針に賛同したからじゃないわ。いいかな。要するに、何か複製したいものがあるのか、トーサカ。そうよ。シローにはあるものを複製してもらうわ。私たちだけじゃ、セイバーにもあの影にもかなわない。だからサーヴァントにとって代わる、サーヴァント以上の魔術講師。霊体であるサーヴァントを打倒する概念武装を作り上げなくちゃいけないのよ。概念武装？それって、決められた事柄を実行するっていう固定化された魔術品のことだっけ？ええ。物理的な衝撃で相手を打倒するのではなく、概念、コンパクトしての重みで相手を打倒するアウトブレイカー。あなたにはその中でも特殊な、うちに伝わる探検を投影してもらうわ。目標はセイバーの宝具に対抗できるだけのものを作ること。バーサーカーを倒したセイバーの宝具は見たでしょ。単純な火力で言えば、セイバーは他の追随を許さない。あの黒い影だって、セイバーの宝具を受ければ跡形もないだろうし、私たちだってあんなものを振るわれたら防ぐこともかわすこともできない。けど逆に言えば、急増ですぐ壊れる模造品でも、セイバーの宝具を上回る剣さえ作れれば、あとは戦い方次第ってわけ。どうかな。それだけの宝具を投影するなんてできないぞ、俺。あ、いや、そもそも投影魔術が成功したことなんて一度も。ええ、私たちが知っている投影が成功したことなんて一度もないでしょうね。けどあなたの投影はそういうレベルの話じゃない。今まではやり方がわからなくて、間違った方法で間違った投影を行っていただけ。けど、アーチャーの知識があるなら、あとはそれをなぞるだけでいい。アーチャーという見本を知っている今のあなたなら、投影は必ず成功する。
前にも言ったけど、あなたは強化じゃなくて東映の魔術使いなの。そのあなたがより上位の複製者であるアーチャーの魔術理論を踏めば、本物と同じ能力を持つ複製品とまではいかないだろうけど、オリジナルに似た能力を持つ複製品を形取れる。それ以外のフォローは私たちの役割よ。私とイリアは今、あなたに投影してもらう武器の材料をできるだけオリジナルに沿うように用意してるわ。投影時の資料になる設計図はイリアがリーディングで解析中だし、本物に使われていた材料は私の方で用意してる。まだ準備に時間がかかるけど、これが揃ったらあとはシロー次第よ。シローが形だけでも大主婦のパスを複製してくれれば、造剣と正面からぶつかっても勝機が見える。仮に俺がその武器を投影できるとするぞ。その場合材料はいらないだろう。オリジナルがあるならそれを見せてもらえれば、あとはこっちで真似事をする。材料なんて用意してないで今すぐ試してみればいい。バカ、それができるなら2日前に試させてるわよ。いい？今のシローじゃ投影はできて1回。それも必ずどこかにほころびができるイメージになる。それじゃあ意味ないでしょ。土蔵に転がっている出来損ないと同じ。形はそっくりでも中身がないっていう偽物を作られたらたまんないわ。けど俺はその偽物しか作れないぞ。だからそのフォローを私たちがしてるんじゃない。投影に必要な魔力と知識を補うために、できる限り本物に近い素材を作っておいて、あとはそれにあなたのイメージを重ねて固定化するってわけ。簡単な足し算よ。シローのイメージと私たちが用意した材料を足してより高い数値を求める。まあ、アーチャーの腕で投影すれば材料や元になる設計図もいらないんだろうけど、そういうわけにもいかないでしょ。アーチャーの腕に頼らないで戦う武器を用意するって言ったら、もうこの方法しかないのよ。元からあるものを投影で強化するってことか。そうだな、それなら少しは。けど成功するかどうかわからないぞ。強化だってマスターになる前までまともに成功しなかったんだ。そんな離れ技ぶっつけ本番でできるとは思えない。ああ、それは大丈夫。シロにはこれから投影の練習とアーチャーの知識の引き出しを猛特訓してもらうから。そうか、俺もその方がいいんだけど、なんか嬉しそうだな、父坂。まさか、ここんところはずっとイリアと積み木遊びしてたから、出来の悪い教え子とコミュニケーションするのもいいかなって思ってるだけよ。話は分かってくれた？それなら最後の確認をしておきたいんだけど。
最後の確認？この作戦でいいかってことよ。結局私たちはシローの投影に頼るしかない。アーチャーの腕は使わせないけど、それでもアーチャーから魔術を習う以上、シローの体にはアーチャーっていうサーバントの毒が混ざる。それでもシローはこの方針に従ってくれる？いや、従うも何も造剣が倒せるなら文句はないぞ。魔術の鍛錬だって遠坂が指導してくれるなら頼もしいし。はっきり言うわ、アーチャーの魔術を習うってことはアーチャーの腕の束縛を解くってことよ。つまりね、ここで投影の鍛錬をする間はその生涯符を外せって言ってるのよ、私は。それでどうにかなるんだ。遠坂の方針に従う。この布外せばいいんだな。そう、やっぱりそうきたわけ。なんだよ遠坂、今の答えじゃ不満か？別に、あんたに脅しなんて意味なかったって再確認したところ、生涯符を外してもいいだなんてあっさり言うとは思わなかっただけで、答え自体には満足よ。変だぞ遠坂、こっちが覚悟を決めてうなずいたっていうのに俺が悪いみたいじゃないか。変なのは私の方よ。その答えを欲しがったのに、いざ言われたら頭にくるなんてどうかしてる。けどシロ、さっきも言ったけど、私はあなたにアーチャーの腕なんて使わせない。それは決して生涯符を外させないってことよ。あなたの覚悟を試した私が言えることじゃないけど、二度と生涯符を外すなんて言わないで。それを外すってことはもう戻れなくなるってことだから。アーチャーの魔術を習うってのはどうするんだ？布を解かないと、あいつの魔術構成は引き出せないんじゃないのか？もちろん。だからここは無理を承知で、少しだけ生涯符の工作を緩めてもらうわ。それなら封印を解いたことにならないし、アーチャーの腕からの反動も少なくできるでしょ？そうだな。じゃあさっき遠坂が言った、布を外せっていうのは？ええ、少しだけ布を緩めろってことよ。けどそれだって大事だから、まずシローの覚悟を試してみたってわけ。ともあれ、これはいつかやらなくちゃいけないことでもある。シローだっていつまでも布を巻いたままなんて嫌でしょ？せめて自分で巻き直せるぐらいできないとこの先やっていけないんだから。お風呂の問題とか、何かの拍子で外れたりとか。ああ、そうだな。それは確かに。でしょ？だから今のうちに
せめて布が緩まった程度の反動には耐えられるようになっておかないと。昨日の刻印はうまく馴染んでいるようだし、耐魔力だって上がってるし、意識の保護はイリアがやってくれるから今なら5分ぐらいは OK なんじゃないかしら。イリアが保護するって、そのイリアと二人でアーチャーの腕を押さえつけろってことか。ちょっと違うよ。私が守るのはあくまでシロウの精神だけで、アーチャーからの逆流を我慢するのはシロウの役目。シロウはアーチャーの経験を引き出さなくちゃいけないんだから、防ぐんじゃなくて耐えなくちゃいけないでしょ。わかった。じゃあ俺は布を緩めてできるだけ左腕からの逆流に耐えればいいんだな。ええ、その時は目を閉じて内側に意識を向けること。魔術回路開く時と同じだから簡単でしょ。とにかくシロウはアーチャーの投影技法を体験するだけでいい。身に染みさせるだけでいいんだから、間違っても理解しようだなんて思わないでね。ごめん、ちょっと席を外すわ。あとはよろしくね、イリア。すぐに戻るから、その間にシロを鍛えてあげてちょうだい。どうしたんだ、あいつ。何か忘れ物でもしたのよ、きっと。そんなことより、シロウにはやることがあるでしょ。拘束を緩めるなんてバカな真似は反対だけど、シロウが約束したのなら手伝ってあげる。さ、リンが戻ってくるまでに済ませましょう。イリア、いいから目をつぶって、シロウが一番得意な瞑想して。魔術回路が開いたら、こっちでシロウの意識をプロテクトして正外符の拘束を緩めるわ。タイミングはこっちで測るから、シロウは流れてくる魔力に耐えてるだけでいいけど、くれぐれも死ぬ気で耐えて。左腕からの反動でシロウは間違いなく飲み込まれるから。余計な忠告をするね、シロウ。リンが知ってるのは、英霊の腕を移植された人間の痛みだけよ。だからリンは、これがどういうことになるか分かってない。シロウがどうなっちゃうかも分かってないの。けど、それも仕方ないわ。だって、シロウとアーチャーの関係を知っているのは、この世で私だけなんだから。さて、どういうつもり、さくら。体が悪いんだから、おとなしく部屋で休んでいるんじゃなかったの？
さくら、エミヤ君が心配になって見に来たのなら戻りなさい。それだけの理由なら私も見なかったことにしてあげるから。違います、姉さん。私は、ただ…説明は不要よ。私は部屋に戻れって言っているの。ここで何を言われようが、あなたを道場に入れることだけはしないから。中に入れないって、どうしてですか？どうしても何もないわ。マスターとして行動するとき、私たちにとってあなたは敵でしかないだけ。いい？さくら。戦闘に参加せず、ライダーでこの家を守ろうが、あなたが造剣の手駒であることに変わりはないの。そんな相手の前で鍛錬なんてできるわけないでしょ。そういうこと。何よりそんな魔力不足の体でうろつかれちゃ迷惑よ。今のあなたはいつ倒れるかわからない。まあ今は落ち着いているようだから倒れたりしないだろうけど、無理をすればするほどエミヤ君が心配するわ。そうなれば彼、今以上に追い詰められるわよ。それはあなたも望むところじゃないでしょ、さくら。分かってくれた？なら早く戻りなさい。お昼になったら呼びに行くから、それまでちゃんと休んでること。何？まだ何かあるの、さくら。はい。姉さんの話は分かりました。私も部屋には戻ります。けど、ちゃんと聞かせてください。姉さんは、先輩に何をさせる気なんですか？姉さん、先輩はもう戦えないって分かってるんでしょ？なのに今日も先輩を呼び出して、これ以上何をさせようって言うんです。何って魔術講座よ。このままじゃ造剣にもセーバーにも、あの黒い影にも勝てないでしょ。だからシローにはアーチャーの腕から魔術を引き出してもらう。アーチャーの腕は経験値の塊だからね。聖外府の拘束を緩めれば、シローが眠っていても一方的に経験値が流れ込んでいって、強引にレベルアップさせられるでしょ。
なことを続けたら先輩の体が持たない。ううん、それだけじゃない。先輩は姉さんを信じています。信じてるからそんな無茶なことだって受け入れる。けどそんなことをしていたら結局最後には姉さんの一言であの布だって外してしまうに決まってます。さくら、そうね。けどさくら、私が言わなくてもあいつは自分から正外婦を外してたわ。さっき話しててそれが分かっちゃった。本当どうかしてるわ。私がどんな風に忠告してもね、きっと最後には何でもないことみたいに外しちゃうのよあいつ。それがわかるから、そんなことをしなくてもいい方法を提示するしかなかった。外さなくてもなんとかなるって知っていれば、あいつだってギリギリまで我慢するでしょう。だから私の役目は、そのギリギリのうちに戦う道具を作らせること。それが終われば、シロを休ませる。閉じ込めてでもおとなしくさせて、聖杯戦争が終わるまで戦わせないわ。姉さんが先輩を案じてくれているのはわかります。けれど姉さんはそれだけです。もし今の方法でおじい様を倒せないとわかれば、姉さんはきっと使う。あなたは遠坂の魔術師ですから、勝つため魔術師としての規律を守るためなら、姉さんは先輩を道具として使う人間です。ええ、今の方法が失敗して造剣とあの影が昨夜のような強行を繰り返すなら、シロにはアーチャーの腕を使ってもらう。彼一人の命で済むのなら当然でしょう。そんなの勝手です。先輩は初めから聖杯なんて欲しがっていなかった。マスターになったのだって空前じゃないですか。なら、もうこれ以上無理やり戦わせるなんて間違ってます。はあ、何か勘違いしてるみたいね、さくら。いい？私はシローに無理強いなんてしていないし、そもそも本当ならシローに発言権はないの。シローは私のアーチャーから腕をもらって一命を取り留めた。その後も、あの腕に耐えながら受け入れている。ならその時点であいつの命は私のものでしょ。シローにあの腕がある限り、あいつは私のアーチャーなの。わかる？この戦いが終わるまでシローは私の使い魔ってこと。サクラに口出しされる言われはないわ。私はあいつが戦いを望む以上全力で力を貸すし、貸してもらうだけなんだから。話はそれだけ？じゃあ部屋に戻りなさい。ここにいられたら迷惑だって言ったでしょ。
ぞ。先輩まで取っていってしまうの。姉さん。あれ、何やってんだ、父さんが。それより、お昼は、凛と桜の方が。なんでしょうね。様子、じゃないの？それより、お昼は、凛と桜の方が。父さんか、エリア。おい！何話してるんだ？二人とも！何よ？さっきまでは私の味付けも新鮮だとか言ってたくせに。シロ、辛いの苦手ってこと？リンのは辛いんじゃなくて痺れるのよ。もうお昼はさくらに任せるって決まったんだから、いい加減諦めなさいよね。シロだってさくらのシチューがいいって言ったんだから。あのな、今はそんな場合じゃな。シロ、どうしたの？イリアと商店街まで買い物に行くんでしょ？あ、じゃあ行こうか、イリア。ちょっと、なんか変よ、あなた。生涯符を戻した時は元気だったけど、今になって疲れが出たとか？ん？ああ、そうだな。確かに少し混乱してる。けど、まあ、大したことないぞ、こんなの。それじゃ、派手に買い込むか。イリアは何がいい？
差し当たっては昼飯のメニューだけど。あれ、お昼はシチューじゃないの？シロ、さっきそう言ってたけど。ああ、そうだった。あ、まあ、決まってるならはっきりしてていい。桜のシチューって言ったらホワイトだから、鶏肉を見に行こう。過ぎた。イリア、そっち重くないか？こっちの袋の方が軽いから取り替えよう。ううん、重くないから大丈夫。それよりもう一個も取った？シロ、いっぱい袋下げててブドウみたいだよ。俺も平気なんだけど、ブドウってのはまたすごい例えだな。うん、本当は風船持ったピエロみたいだけど、ブドウの方が可愛いでしょ。あ、ちょ、待てってばイリア。重くはないけど、走るのはさすがにきついんだって。Thank you.
La belle belle, je suis qu'un homme de si pauvre. イリア。お、何シロ。イリア、この戦いが終わった後、もし帰るところがないなら。イリア、このままうちで暮らさないか。それは桐次の息子として。俺は親父の息子で、イリアが好きだ。一緒に暮らしたい理由はそれだけだ。本気？シロウが切り継ぐの代わりをするの？いや、俺じゃ切り継ぐにはなれないし、切り継ぐの代わりもできない。俺と切り継ぐは別の人間だ。切り継ぐとして、イリアに返せることなんて、俺にはない。けど、俺は親父が好きだ。親父にできなかったことを果たしてやりたい。だから、イリアが切り継ぐを憎む心の中に、少しでも許してやってもいいって気持ちがあるんだ。俺は、イリアと一緒に暮らしたい。今までできなかった分、これから取り返していくのはダメか。
今のままでいいから、イリアと一緒に暮らしちゃいけないのか。それは無理だよ。私は長生きできないし、シローも長生きなんてできない。だから、一緒に暮らすなんてできないわ。長生きできない。そんなこと、もうわかってるでしょ、シロー。ええ。どっちかがどっちかを犠牲にすれば、少しは生きられるかもしれない。けど、二人一緒は無理だと思う。この戦いが終わった時、私が生きてるってことは、シロンはもういないってことだもの。ほら、だからできないの。シロンがいないエミアの家には、私の居場所はないんだから。でも、ちょっと残念かな。今の言葉、もうちょっと早く言ってくれたらよかったのに。そうしたら、そうしたら、ほんの少しだけ、運命は変わっていたかもしれないから。言うな。そんなことにはならない。ゾウケンがイリアを狙っていようと、その前に俺たちでゾウケンを倒す。イリアだってそのために遠坂に協力してくれてるんだろ。そうね。けどそれが問題なの。これはリンには黙っていてね、シロ。宝石剣の投影、遠坂の遺産を複製することは、リンの方法じゃできないの。だって、シローの投影は投影魔術じゃないんだもの。普通の投影魔術なら、ある程度オリジナルに似せたものに投影を重ねて補強することはできる。けど、シローの投影は違うわ。シローは1から10まで全部を自分のイメージで作らないと形にできない。だってあなたの魔術は投影じゃなくて自分の心を具現化するものなんだから。イリア、どうして。だから無理なの。リンが必要としているものを作るには、シロはアーチャーの腕を使うしかない。けど、それがどういう意味なのか、シロはもうわかっている。さっきみたいな一時的な記憶の欠損なんかじゃ済まされない。一度でも使えば、シロはもうシロでいられなくなる。シローは自分のこと、サクラのこと、私のことでいっぱいいっぱいで、ちょっと混乱してるんだよ。だから、今の誘いは忘れてあげる。シローだってわかってるでしょ？全部を選ぶことはできない。助けられるのは、一人だけなんだって。